オッショアゲームで人気を集めているスーパーライトジギング、ブリやヒラマサといった青物からマダイやハタ類までターゲットは様々だが、初夏の主役は何といっても脂ノリノリの絶品イサキ。今回は福岡県の宗像沖を舞台に、この番組ではおなじみとなった村上春彦がイサキをメインターゲットとしたスーパーライトジギングに挑戦する。今回のルアパラ九州 TV は福岡県宗像沖のスーパーライトジギングをお届けしています。はい、おはようございます。今朝はですね、福岡県神の港から出店のハピネス6さんにお邪魔しています。静かやね、やっぱ船が止まるとね、ドテラ流しの時にエンジンも切っちゃうんですごい静か。いつもならね、エンジン音でブルルルって言ってるんで、大声で喋ってるんですけど、今日はちょっと静かめに、挨拶したいなと思います。で、今日の狙いはメインがイサギだそうで、SLJ で頑張ってみたいなと思います。はい、ええ天気よし、行くぞやるぞイサギと思ったんだけど、船長イカメタルと言ってました。イカメタルだそうです。はい、じゃあイカメタルでやりながら、でも海やからね、何が起こるかわからないんで、ちょっととにかく武器を落として、その後考えていきたいなと思います。朝一、船長の提案でイサキの前にイカメタルを試してみることに。SLJ と思ったらイカメタルやったよ。よし、じゃあとりあえずあの棚も分かるようにいきなりベイトでいきます。まあ、今日ね、あの竿をいろいろ持ってきてて、イカメタルも想定の範囲だったんで当然用意してます。はい、まずはみんな多分駅でやるのかな。まずは僕は単体でやります。はい、抜けがけ吸ってね。これは12号、軽すぎるな。前はいっぺんこれでいきます。はい、12号。まあ僕が軽くしたのは他の人よりも遠くに流れるように、一番共にいてるんで、もしかしたらできるかも。さあ、ボトムつきました。はい、ロッド、ライトゲーム、オフショアイカメタル完成しました。まあロッドの特性はあれです。ライトゲームオフショア2のここがしっかりしてて、先はほとんど一緒ということで先上司になります。でイカメタルのロッドの割にはまあまあ硬い方だと思います。ほとんど塩ない。12号で底つくでも60メーターで吸って動かそうと思ったら割としっかりさせんと、この人やってても全然動いてないと思う。スーパーライトジギングの前にイカメタルを試すことになったものの、なかなか当たりは出ない。そこで村上は早めの仕掛け変更に。もうこの村上の鉛吸ってのゲームを見たことある人は知ってると思うんだけど、そうじゃない人はまだ全然知らないよね、これね。はい、抜けがけパニック、抜けがけ吸ってね、これ単体を2つつけます。こうやってね、鉛吸ってを2つ、なのでまあ小さめの吸ってを使います。今はね、塩がほとんどないんで、これ15、15、足して25で、まあ、この仕掛けの特徴は途中にもう1個、水分ベルがついてるんだけど、ここの部分がね、ここまでフリーになってます。だいたい20センチ近く、15センチぐらいかな、フリーになってる。これは、
シェイクした時に両方シェイクしなくてもいいように、片方のシェイクだけで、アクションができるように、だから片方がすごく激しく踊ってて、上の方もしくは下の方どちらかが、そんなに動いてない、はい、そうなってます。もともとはね、あの色を2つ選べるというところがメリットでやり始めたんだけど、これすることでね、ボトムでも横向いたら横向いたまま落ちてくれるのね、はい、あのある時は上の吸って上の鉛吸ってが重り役、要は中重りの役割を果たして下の吸ってをフリーにさせます、たるませます。ある時はその逆になる、こいつが早く沈むんで、こいつはこのフリーな部分だけで横向きます。だから単体だとどうしてもすぐ立ってしまう、スッとこう立ってしまう、深いところでも、浅いところと同じような誘いができると思ってやってます。まあ何かしらなんかね、変わったこと、通り一遍のことやってても面白ないんで、ふっとひらめいたことをやってみたら、ただのこじつけじゃなくて、おお、なるほど、理にかなってるなっていう感覚があったので作ってみた。なんかやっぱり昼間はそこにへばりついてるイメージなんだけど、去年は20メーター上でも来た。なので決めたらあかんねやろね。おっしゃ、えいえいえい、ああもう一回かかった、下に、いやラッキー、やった、センチ一匹目釣れたんちゃうん、俺やったー、外れたんやけど下の針にかかった、抜けがけパニック釣れましたね、パニックってくれました、ほら下の針にかかってるでしょ、あでも、あうまいことかかったのか、イエイ釣れました。多分ね、上噛んで外れて下にもう一回かかりました、だから外にかかってるよねこれね、おい一杯目やったね、ご機嫌。その後もしばらく探ってみたものの、イカの調子はいまいち。そこで本命のスーパーライトジギングに切り替えてみることに。さあいよいよ本命イカメタルから、本命のイサギフィッシングに変わります。スーパーライト、なんかねイカも狙うって船長言ってたんですけど、イカの反応がよろしくないんで、もう急いでSLJ に、SLJ に変わりました。じゃあ頑張ってみたいと思います。ここで行こう。さあまずはタングステン50から行こうか。タングステン50から行ってみよう。猫メタルタングステン TG やね。はい。でロッドがライトゲームオフショア2、はい、そこ着きました。あれやね、イカメタルと比べると誘う範囲が広いからさ、忙しいから飽きへんねんなこれな。あとスピードもさ、いろいろじゃないですか、だから釣れてなかったらイカ釣りは面白くないな。釣れるとやっぱりかなり美味しい食材やな、あれは。あと乗った時のんってなるのは気持ちいいね。魚釣りはかけてから何がかかってんのかもわからないしね、なかなかドキドキするよね。特に SLJ はライン細いから、ジグもちっちゃいけど、ちっちゃいからってちっちゃいものが食ってくるとは限らんからね、ドキドキする。で僕はやっぱり魚種がね、いろいろ変わるのは好きなんで、
今回一応メインが潔を狙おうってなってるんだけど、実は何でもいいの。何でもいい。まずはワンピッチ、それからまずはフォール。これで食ってくるもん全部ターゲット。この後ジグをタングステンの 50g から鉛の 40g に変更した村上。するといきなり、ジグ交換直後の村上にヒット。さあ何やろ。いかへん。ガシラの割にはな、重たくないよね。ちっちゃいガシラなんかな。ううん、全然あー、青旗の子。はい、ほい。さあ、蘇生させようか。エア抜いたろ。別にこれね、穴あかんでも、ここ棒刺すだけで、ここをこうこうやったら開くんだけどね。ここね、肛門の横をこうちょっと避けてやると、まあ、刺したらええねんけど、こいつは。はい、さあ行け。まあ行ったやろ。行ったね。続けて狙っていると、よし、行った。村上連続ヒット。イサギみたいにはいかへんけど、ちょっとなんか何やろう、ボトムからちょっと上。いや、どうやろう、こんなにいかへん。あー、でもね、体にかかってんのかな。あ、来た。うん、体にかかってんな、やっぱ。よいしょー、かわいいやつ。あっと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 、はい、よい、来たー。ほい、小型ながらも本命のイサキをキャッチ。さあ、みんなのやる気を上げたよ。本命イサキの登場で期待が高まる宗像沖のスーパーライトジギング。後半戦、両型イサキのヒットシーンもお見逃しなく。今回のルアパラ九州 TV は福岡県宗像沖のスーパーライトジギングをお届けしています。さあ次 50g。早く動かします。はい、猫みたいな 50g ね。はい、あれね、当たりがない時というか釣れない時はなんかリールの回転がね、合わへん。さっきも釣れた瞬間にちょっと手前からリールの瞬、あのリールの回転が合う感じするもんね。あ、あったな、グンってあとあんの。そんなバカなっていうぐらい何かが違う。どうなんすかね、釣れそうというよりも、うん、あ、今気持ち良くなったと思ったら当たった。トリック上げでお願いします。この日は潮の動きが悪いせいか当たりが少ないため、船長はテンポよく船を走らせながら魚の反応を探っていく。ジグをタングステンに変えました。 40g よりも小さくなる。タングステン 50g、 進化速度も当然速い。動きがね、でもタングステンの動きになるんですよね。なんかね、動きで釣れてる感じじゃないもんね。小さくて速いから釣れてるだけで、タングステンやから釣れてる魚が釣れる。ジグやから釣れるんじゃなくて、このジグやからっていうのはやっぱりオリジナルの鉛の方が操作してる時の動きはいいね。ただ比較的このネコメタルタングステンは泳ぐっていうのはちゃんと水に乗る。おしゃれだ。シェイクで来たぞ。あ、外れた。
外れた。今のは潔やった。うん。この辺りは残念ながら針外れとなってしまったが、続けて狙っていると、よっしゃ、よし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 、ホールでしたね。よし、乗ってきたぞ。ちっしゃくない、これなんか潔やな、でもかわいいな、君。おい、さっきのはマシだったけど。はい、そのままリリースします。はい、バイバイ。やっぱ針はちっちゃい方が食うな、なんかそんな気がするね。こいつで食わへんだろ、もう針ちっちゃいして頑張ったろ。はい、から変えました。ミドキン、赤ミドキン。うん、違う、これ上と下で両方一回鳴るじゃないですか。カンカンって二回シェイクしてる。だから一回二回でしょ、一回二回でカクカクカクってこう一個二個三個、あーしょ、やってもらった。落ちてきたー、ほら。よし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 。お、上手い人みたいぞ。よいしょ、イエーイ、よっと、よし、太い、太か。村上、ついにナイスサイズのイサキをキャッチ。オッケー、よし、さあ釣れてる感じで釣っていきましょう。覚えてないんですよねシェイクしてというかね、多分ねシェイクが効くというよりもこっち向けたら泳がさなあかんだと思うんです。あのストーリーになんて言ったらいいかな、隙間があったら釣れへん感じ、アクションに。ここで今のところで食わうか、だけど食わへんからってこうやって落とすときになんかねガックンガックンしたらあかんのやと思う。だから落とすべきところで落としたらスーッゴンゴンゴンってなるんやと思う。もうあかんって言った時に戻ってきたら、それが早めに落としたら食わへんのかな。今はねまだそこまでじゃない、わからんと釣れてる。でもオーバースピードはこんなもんかっていうのはなんとなくわかった。やっぱりねジグが気持ちよく動いてるスピード、今日みたいなね、あの状況の時はね、こうやってこうやってますっていうのがあんまり説得力がないというか。おー、来た来た、よし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 、乗ってきたね。そう、説得力がないの。今はね、あの割とソフトに巻いてた。これ体にかかってる。ボディ腹にかかってる。いいぞいいぞいいぞ、ほらボディかかってるでしょ。イエス、うい。厳しい状況ながらも腹パンのイサキを連発させた村上。イエス、続けて狙っていると、よっしゃー、あーちゃうなこれ、アコか、アコやね、ガシラか。タコは抜きましょうか、抜きますわ抜きますわ、はい、よいよー、アコ来ました。
い。タングステン、とりあえず別の魚釣れましたね。農館です。農館寺で農館でした。あー、お疲れ様でした。とりあえずね、厳しい中船中の3本の、イサキ全部釣りましたけど、3本です。きつかったな。こんなちっちゃいのを合わせたら4本か。まあ、渋いながらに、とりあえずチャンスはゲットできたんじゃないかなと思います。で、今回の、まあ、好敵種タングステンの 50g が、まあ、偶然か必然か分かんないですけど釣れました。また違う地域で違うタイミングで釣ってみたいなと思います。お疲れ様でした。やめようゴミのポイ捨て、マナーも腕の内。おはようございます、釣り具のポイントの後藤です。 いよいよもう6月に入りまして、皆さん釣りには行かれてますでしょうか。私はですね、ちょっとなかなか行くチャンスがないのと、あとはですね、ちょっともう私が歩くと海がしけるというようなですね天候が続いておりまして、なかなか釣りに行く機会がないんですけども、私が今勤務しているお店がですね、赤坂海岸店ということで、裏が海に、なっておる店舗なんですけども、まあ、仕事帰りにですね、ちょっと30分ぐらいライトゲームでですね遊んで帰るみたいな機会がですね、ポツポツ増えておりまして、今ですねライトゲームでセイゴとかですね、まあ、アジングとかですね、そういった釣りを楽しみながら、生活をしてるんですけども、ちょっとですねこの前お店の中を歩いてるとですね、非常にまばゆい商品を見つけまして、ちょっとそれをですねご紹介したいなと思って持ってまいりました。それがですねこちら、もう玉虫色に輝くプライヤーなんですけども、こちらがですね XOX のエキスパートプライヤーマイクロティップ、こちらのオーロラカラーという風になっております。ですね、この先端はですねもう非常にマイクロティップというぐらいですので、非常に細く仕上がっております。こちらはですねスプリットリングがなんとトリプル0番から2番まで交換が可能という商品になっております。まあアジングとか、あとはメバリングとか、あとは渓流なんかもですね、非常に小型のプラグを使う機会が非常に多くて、まあ、それについてあるスプリットリングもですね非常に小さなもので、まあ、フック交換をするときにですねこうなりながらですねやるんですけども、これは非常に小さなスプリットリングでもですね容易にスッと入れて開くことができる商品になっております。またですねこの玉虫カラーでも本当にオーロラカラーが珍しくてですね、もうちょっと釣り人の目を引く商品になっているんですけども、ここの部分もですねPラインがスパッと切りやすい、まあ、ギザ場になってある、まあ、プライヤーになっております。まあ、ライトゲームだけじゃなくてですね、まあ、お家で服交換をするときとかですね、あとは SLJ とかですね、まあ、あとはタイジグ、まあ、そういった、まあ、そうですね、まあ、小型のプライヤーを必要とするような釣りには非常に向いてある商品ですので、まあ、これでですねもう誰ともあまり被ることがないようなカラーですので、ぜひいかがでしょうか。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に釣り具はポイントでということで、来週もお楽しみに。